先週ぐらいにお母さんに連れられて温泉に入るという赤ちゃんがいましたが、早くも泳いで遊ぶという赤ちゃんが今日いました。この赤ちゃんは今シーズン生まれている赤ちゃんの中で、早いタイミングで生まれている赤ちゃんです。もうじき3ヶ月ですね。他の赤ちゃんよりもやはり成長が早い分活発に動いてます。おそらく今日が初めての泳ぎだと思うんですが、非常に上手に泳いでいます。他の赤ちゃんはこんな感じでお母さんと一緒に温泉にも入りますが、まだ潜ったりするのは怖いのか、お母さんの頭とか他の猿に乗っかりながら体がお湯に浸からないようにしています。水に対する怖さを乗り越えて遊ぶ姿、チャレンジする姿、一つ成長の表れでもあります。こんな風にお湯に落っこしてもお母さんもこの子は大丈夫っていう感じでね、気にしてませんね。